今週のおまけです。今週のおまけは田野さん、男性20代、京都府の方ですが、この間ある青年局所属の衆議院議員の方とお話しする機会があり、 MMT の話をしたら、私は真逆の考えとおっしゃられました。青年局の若い人なら MMT あるいは積極財政に肯定的であろうと仲間楽観的に考えていましたが、現実とのギャップを感じました。没落の途上にある我が国にとって MMT が理解されていないのは致し方ないでは済まらされないことであると思いますが、どうすれば MMT の正しさが積極性財政の必要性が議員に世論に理解されると思いでしょうか、ということですけれども、まあ、誰のことか分かりませんけれどもね、衆議院議員で、若い人たちは基本的に MMT 反対派なんですね。と言いますのは、まあ、彼らはですね、本当に刷り込みが非常に強くてですね、自分たちは彼らが生まれた時自体がですね、もうすでにデフレ世代で、このバブルの後のにですね、まあバブル時代に生まれてたか知らないけど、あとはずっとですね、景気が良くなかった時代に青年時代を過ごしているわけですね。ですからそんな政府がですね、お金を吸って出してですね、使ったからって景気良くなるなんて、景気がいいということ自体がよく理解してないわけですね。でこれ気の毒なんですね、本当にそういう経験をしたことがないと。でそれよりも本当にこれから少子化になるし、それから高齢化になってですね、活力がなくなってくる、そんな時にどんどん国債をですね発行していいなんてこと自体が感覚的に信じられないというのが本質的にあるんですね。でそしてそこに、その衆議院の若い皆さん方はですね、当選するとすぐ財務省の方々から呼ばれて勉強会やりましょうという話でですね、これだけの大きな借金があってですね、日本は、この借金返済のために予算を使わなきゃならないと、予算のこの本当は次の世代のために使わなきゃならない予算がですね、大変なことになるんですと、こういう話をするんですよね。でそうするとそうだなと思ってしまうんですが、これこそまさに財務真理教による、まあ、釈服をされてしまっているわけなんですね。これ大間違い で要するにですね、もともとその国債が 何なのかと、で預金が何なのか、貨幣が何なのかということを、知らないという、まあ、こともありますから、これはぜひですね、私の、ホームページに出ているですね、 MMT 理解のための資料を見せてあげてください。そして仕分けで考えたらこうなるんだよということをまず理解してくれないと、現実問題、現実が何なのかという、真実を知らない中でですね、この、まあ、怖い怖い怖いと思い込むだけでは話にならない。それともう一つは、国債自身はですね、どんどんあってもいいわけなんです。もともと金融の、金利を調整する装置として使われる必要なもんなんですから。ただこれをですね、どんどんじゃあ借金だからといって全部返済しなきゃならないのかといえば、そんな必要が全くないわけですよ。今ある金額はずっと置いていてもいいわけです。ですから、この返済するんじゃなくて借り換え借り換えでやっておいても全く問題がありません。ということは何かというと、将来に対してですね、予算の編成するときにですね、それが制限されることにならないわけですよ。新規国債は、ね、新たに発行するやつは、借金の、要するにまた延長するだけの話で使っていけばいいだけの話です。そしてその時にじゃあ金利が安いからいいけれども、金利がたくさんあったらえらいことになって、結局それが予算食うじゃないかと、こうなるんですよね。しかしそれも今国債の半分は日銀です。ということは払った金利は全部日銀から政府に戻ります。これはもうそういう仕組みになってるんです。でそれから半分は民間銀行が持ってます。そうすると、払った金利の半分は民間銀行に行って、結局民間銀行の法人税で戻ってくるわけですね。で半分、昔はもう半分以上戻ってきたんですけれども、まあ、今でも、なんだかんだって言ってですね、まあ、3割4割戻ってくるわけなんですよね。ですからほとんどもう一度政府に税収としてそれ戻ってくるし、日銀の納付金で戻ってくるということは政府に何の負担もないわけなんですね。でこれが現実なんです。でそのことをぜひ、その若い人にもですね、教えてあげていただきたいと思います。まあ、若い国会議員はですね、まあ、初めからこのよく本質的なことが理解できないまま思い込みの方結構多いのが、ちょっと私も気になっています。以上、今週のおまけでした。